本日ラキスタの両学園応答祭やろうと思ってたんですけれども、まあちょっと今回まあ古本屋というか万代書店っていう、まあ結構でかいリサイクルショップにてゲームボーイアドバンス SP が本体の蓋にちょっと深い傷がついてたってだけで、箱充電器付きで4000近くで売ってたんで、まあちょっと高いかなと思いつつそちらを買いまして、まあ久々に家にあったゲームボーイのソフトをやろうと思って今回これを選びました。ミニオンボーイ2ファイナルエボリューション。まあネット上ではプログラム作っている際にプログラマーが逃げてやらないやら結構噂されているソフトですが、まあこれ自分自身は結構楽しめましたね。まあ1も確か持ってたんですけれども、まあどっかに行ってしまいまして、今回これをやろうと思います。ミニオンボーイ2。まあ今回も今までと同じかアフレコ実況としていきましょう。ミニオンボーイ競技会からやっと返事が来た。今日から僕はミニオンボーイレーサーだ。まあこれミニ四駆なんですけれども、まあ皆さんご存知の通りミニ四駆という、まあタミヤ向けの商標登録があるためにミニ四駆という名前を使うことはできなかったためにミニ四というそこまでしか使えなかったっていうことでこの名前になったんだろうと思います。よし、チャンピオン目指すぞと言いたいところだけど、なんと今年からレギュレーションの変更で2人でチーム参戦しなくてはいけないんだ。まずは僕のオリジナルマシンを作らなくちゃ、そしてパートナー見つけなくちゃ。パートナーか、とりあえず4人の友達に声をかけてみることにした。さて誰とコンビを組もうかな。こうして僕のレースが始まろうとしている。主人公の名前を入力してください。まあ僕はアフレコ実況をやるときにはこの名前を使います。小3の頃に自分ちょっと事故で精神的に参りかけていたところ、これのアニメで勇気づけられたという話、勇気づけられたこともあり、まあ僕にとってはもう本当に救いのアニメでしたね、これは。はい、マシンをエディットしてください。まあ基本これよく見ると、今見てみるとサイクロンマグナムだなこれ。ハリケーンソニックも入ってんじゃねえだろうな、これレースティンカーのマシンじゃねえか。まあ正直フレーム部分どこが変わってんのかわかんねえ。フロントカウル、まあこんなところかな。でもやっぱり最初のマグナムが気になるわ。まさにこれマグナムじゃねえか、サイクロンマグナム。うん、じゃあこれでいきましょうと。ボーナスポイント、まあパワーがゼロだからパワーとコーナーで、まあこれで少しはいけるだろう。マシンの名前、実はここでマシンの名前をポイントかゴールドかにすると、まあボーナスポイントが入るんだったかな。それでも主人公の名前だったかな。まあいいや。まあでもまあ
源氏揚げ玉のパートナーって言ったらやっぱりこいつだろうまあアニメ見ている人はもちろんピンとくるんですけれども、これですねやっぱりひどいで掛け声はやっぱりこれかなまあ本当に現実通信揚げ玉の主人公のコピーですね。でパートナーを選んでください。さすがに兵器、息吹はいませんよ。俺の名は中野一つ、パートナーはお前か。まあ勝ちたかったら俺と組むことだな。気楽に行こうぜ。俺はくれないアキラ、人は俺のことをさすらいのアキラってこと。貴様は俺の邪魔をしないならパートナーとして認めてやる。まあ男同士のペアやったって面白くないので女の子とのペアやりましょう。井口優かな。パートナーのマシン、パートナーもマグナムにしたらしかしこりゃバランスとグリップが逆転するだけか。本当にフレーム部分どこが変わってんだ、全然わかんないぞ。まあヴァンガードソニックっぽいやつにするか、ちょっと無理があるけどな。でこちらもボーナスポイント、まあグリップが全然ないのとコーナーに合わせてこれでいこう。パートナーのマシンこれかな、やっぱ敵側のの名前は源氏揚げ玉。お互い頑張ってミニオンボーイチャンピオンになろうね。でファーストレース、さて何をしようかな。でこういう風に最初の分でお金1000円ポイント80ポイントとなっています。まあ最初の分はとにかくお店に行って、まあ、基本的に、まあこういった基本の分は全持ってるようなもんなんで、まあ こうやって最初の頃は両方ともに2つ変えるのを買って、まあそれで装備させるだけでかなりステータス的には良くなります。
ちなみにこれ自分もやってる最中に驚いたんですけれども、まあとりあえずチューニングじゃなくてセッティングってやつああこれは違うわ。こういう風にセッティングした後に重さやらなんやらでステータスが結構変わります。まあ最初の頃は正直さっき言ったマシン名前の分で裏技使ってどちらかを稼いだ方がいいんですけれども、まあそうしたら正直最初の分が結構面白みがなくなりますんで、この2つを買って。ちなみにこれミニオンボーイの初代にはなかったコースアウトっていうのが存在します。でここからあとはもうレースやらなんやらでポイント稼ぎをしていって、もうセッティングはできてますんでスタートで、これスタートの際に3,2,1,5 っていうのは A ボタンをずっと押しっぱなしにしないとカウントが始まりません。それに気づかなければレースそのものが全然始まりません。でこのレースをするっていうのを選ぶと順位に応じてポイントがもらえます。まあ最初の頃は正直1位2位を取ったとしても15ポイントが確か限界だったと思います。まあ相当さっき言ったポイントやゴールドの裏技を使わない限りは1位を初っ端から取れるなんてことはありません。ボロ負けが関の山です。でこれ3回レースすると今日はもう終わりってことで家に戻されて、その際にお金が入ります。まあこれは正直初代のミニオンボーイでもあった分ですけれども、初代のミニオンボーイですと同じ敵キャラに2回連続で負けた場合小遣いをもらえるっていうシステムです。でもちろんこれも章ごとにボスというか第1話に出てくる敵を完全に抜き去ればその章クリアです。その章クリアしてももちろんお金はもらえます。で商品としてポイントか商品かどちらかを選びますけれども、まあ正直恒例のシステムから考えると商品は
ポイントより商品を選んだ方がいいです。まあ最初の頃はポイントで買えるような商品ばっかりなんですけれども、まあ最後ら辺になると本当にその商品としてもしかもらえないアイテムというかパーツばかりです。のでポイントを選ぶより商品を選んだ方が実質的にはいいものがもらえます。まあミニオンボーイのシリーズが正直まあクソゲーって言われるのがまあおそらくこのゲームシステムにあると思うんですよね。まあ金稼ぐ方法がボスというかショーの敵を倒すか、はたまた同じキャラに2回負ける、まあこれは初期の分で、これで今日はもう閉店って言われてお小遣いで400円もらえるのが、あれだな、今レースにしたって絶対に勝てない。基本的にやり込み要素が多いのがこのミニオンボーイなんですよね。ちなみにまあ結構これは難易度的には楽です。まあゲームボーイの爆走兄弟レッツエンドゴーのソフト2作品存在してますけれども、正直まあチートあれは難易度高いです。特にオールスターバトルマックスの分でいけば最後に出てくる敵キャラミハエルなんですけれども、そのミハエルに完全に勝たないとゲームクリアにはなりません。でこういう風にレベルアップします。まあただ正直このレベルアップって何なのか結局今でもよくわかりません。なんかマシンそのものが速くなるかと思ってもそうでもないですし、まあ強いて気づいたことといえば、まあ改造の成功度が上がるってぐらいかな。これフロントウィングリアウィングやらを改造という名の合成で作ることができるんですけれども、その分での成功率に影響するんではないかなと当時は思ってました。これ見つけた時にはちょっと嬉しかったな。アドバンス SP だって、家には DS3DS あ DS ももうないんだ、 3DS あるんですけれども、まあ 3DS は皆さんご存知の通りアドバンスやゲームボーイのソフトは使いません。家にあるゲームボーイのソフトは相当あるんですけれども、これまあ家の近くのゲオに行っても DSi までしかなかったんですよね。 DSi アドバンスまではできるんですけれども、それ以降のソフトはできないという、
もう正直できないのかと諦めていたところ、本日まあ万代書店に行く機会がありまして、そちらで探しましたところ、ゲームボーイアドバンス SP のスーパーマリオバージョンのが1万3000円で売られてましたんで、まあ正直そっち買った方が良かったかなとも思うんですけれども、まあやっぱりそれはあくまでまあ転売やらないやら儲けようとしている人たちが買うっていうので、まあ自分自身としてはまあとにかくプレイしたいという一心でゲームボーイアドバンス SP の分探したんですけれども、まあ棚の中にはゲームボーイミクロとアドバンス SP のスーパーマリオしかなくって、店の人に聞いてもそこにしかなければないっていう風に言われて、もうそうマリオ買おうかなとも思っていたところにワゴンセールの中にこれを見つけて、まあ本体傷ありではあったんですけれども、4800っていう風に書かれていたんで、まあ衝動買いしましたね。本体に傷っていったって、正直ここの本体のこういった引っかき傷ぐらいなもんなんで、まあ正直プレイできるに支障はないので、もうこれに決めましたと。これで今ギアとスタビライザーを買って、ま、それを装備してどうなるかっていうところですけどね。まあレッツエンドゴーのゲームボーイの分と、これの一番の違いはレースが終わった後にもらえる金で買え、なかなか一気に欲しいパーツが買えないっていうことで、まあやり込み要素多めのゲームなのがこれで、劣後の場合は正直あれはまあパーツの耐久度が顕著に現れるゲームなので、まああれはどっちかって言えば慣れの方ですね。こっちはやり込み、劣後はやれ慣れっていうところかな。まあ正直これも1も2もやってて思ったのが
まあやり込み要素が多いってのと、あとは女の子が異様に可愛いってところかな。あとはせっかくアドバンス ST 買ったので、まあ正直 3DS ユーザーにとってはもうアドバンスのソフトをまあ諦めてましたからね。まあただアドバンスのソフトもどう、まあバッテリーバックアップっていう分だと正直もう今現在でプレイするのは不可能なゲームばかりですんで、やってみたいソフトあるにあるんですよね。サーモンナイトクラフトソードストーリーっていうのが今日もそれ見つけたんですけれども、ネットで見るとバックアップがバッテリーバックアップっていうことで、ああもうこりゃ今現在は絶対にできないなと思って諦めました。しかしこれ、まあ正直ちょっと今日は本当に最初言った通りラキスタの応答祭、まあパティとヒオリ、パティを落とそうと思ってたんですけれども、もうこれが手に入ったってことでこれをもうやりたくなって今回これは選ばせてもらいました。ポイント稼ぎだけならこっちのドッグの方がいいんですけどね。まあ正直今このプレイを、このソフトのプレイ選んだ理由も、まあ多分これ10年ぶりぐらいにゲーム立ち上げたんですけれども、当時のデータがそのまま残ってたんでこれはできると思って今回選ばせてもらいました。そういえば自分、あのシャイニングスコーピオンも持ってるんですけれども、あれもどっちかって言えばまあレースを繰り返して賞金というかポイントを稼いでパーツを買うっていう風なやつなんで、ある意味あれもやり込みゲームかなと思って思ってます。しかし中のゲームボーイのソフトの中にあの
20年ぐらい前にやってたローソンでのゲーム書き換えのサービス、あのソフトのゲームボーイの分もありましたからね。まあ当時もスーファミとゲームボーイの書き換え両方やってましたからね。強くしていくっていうのはちょっと RPG 要素の方が多いんだよな。そういえば RPG 要素って言ったら、まあレースゲームでみんな RPG って言ったらすぐに思い浮かぶのが04チャンプだと思います。あのレースゲームよりも RPG が目的じゃないかなっていうぐらい RPG が作り込まれたレースゲーム04チャンプ、あれも正直バッテリーバックアップじゃなくてメモリバックアップならやりたいんですけれども、まあ自分のスーファミケーブルがもう完全にダメになったということで、この前電気屋さんにどうにかできないかと思って言ってももうダメだっていう風に言われて、ケーブルそのまま切断の状態のまんまにされてますけれども、まあただ問題なのが自分04チャンプを持ってないってことなんですよね。バーチャルコンソールで出てきてくれるやな。ただWiiのも WiiU のも、そして 3DSで、ほんの少ししか出てない、バーチャルコンソールのスーファミ。そして、まあ、PC エンジンのバーチャルコンソールもありますけれども、PC エンジンでも04ジャンプ2作品出てますが、まあ、両方ともに、バーチャルコンソールには入ってません。もう出たら衝動買いするのにな。欲しいな。正直テクニックのレースゲームよりこうやってまあパーツを買ってマシンそのものを速くして強くしていくっていうゲームの方がまあ自分としてはレースゲーム合ってますね。それでいきゃレッツエンドゴーのエターナルウィングス、あれはまあ基本的にはパーツを買って早くしていくっていうのと、まああとはマシンを動かせるっていうのもあります。ただ動かせるって言っても正直コーナーにはぶつかりまくるわなんやで、まあ操作はしにくいです。
こいや、こっちで。クリアローラーをこっちに捨てなかった。まあ、もう3回レースやって スポンジタイヤを買ってエンジンレースに臨むとするか。今やってんのはレースじゃねえのかよってツッコミが来そうだな。まあ自分が基本的にやり込みゲームを面白く思ってやるタイプなので、こういった少しずつマシンを早く強くしていっていくっていうゲームの方が性には合ってますね。まあプロアクションリプレイとかっていう風なのが結構出てますけれども、まあ自分あれもしやり方してたとしてもやらないって。だって鼻から強くしたらゲームの醍醐味である主人公と共に自分も腕前やら強くなっていくっていう風な感覚がなくなっちゃいますからね。特に RPG なんかで言えば育てるのが醍醐味っていうぐらいなゲームイコール RPG なんですけれども、なんていうか RPG って基本役割を演じるっていうゲームだっていう。しかしちょっと値は張ったけれども、これ買ってよかったな。ほんとじゃあちょっと でこれで900になり、
ただこのゲームってやっていてわかるんですけれども、インコーナーがめちゃくちゃ有利です。インコーナーの有利さを再現しているソフトってこれ以上ねえかなっていうぐらい、インコーナーこれほど離されていてもインコーナーで一気に追いつかれてしまうっていう。ちょっとナナパチも一緒にやってるんでナナパチの画面まで、ね、映ってしまいましたけれども、基本的にポイントで買った方が高性能のパーツが出てきます。出てくるというかもらえます。バッテリーバックアップのソフトって昔多かったのはやっぱりメモリーバックアップソフトに比べてデータが消えないっていうのが特徴だったんですかね。まあ今となっちゃバッテリー切れ起こして全然プレイできないゲーム、またはバッテリーバックアップ用のバッテリーを変えられる技術を持つ人のみがプレイできるソフトになってしまいました。で、これでモーターの スピードモーターを買って少しは変わるかな。これで変わったかどうか一回レースをそれぞれのコースで、ああしまった様子見していたらスタートダッシュをし忘れた。
わー、1位を取ってくれた。ドッグコースがどんぐらい更新されっかな。ただミニオンボーイの1の分だと正直極端なセッティングでも勝てるっていう風なのがありました。ストレートコースならストレートだけっていうのもまあうなずけますけれども、ストレートとコーナーが入り混じってるからって両方バランスよく上げるのではなく、ストレートだけに上げていれば勝てるっていう風なのだったり、あとはストレートでずーっと上り坂だったっていうのもパワーだけを上げ続けていれば OK っていうセッティングでも勝てたこともあります。じゃあとりあえず一回勝負してみようと思います。ミニカーブ、まあセッティングしようにももう、ああその僕が林一徹です。今日のレースは早く終わらせて家に帰ってリアルタイムでそのアニメ見ないと。今日は主人公の信平が和明に抱きつくんだ。ラスト近いからね。でも最近 B パートの作画が悪いんだ。ツークール以降手抜きが目立つんだよね。あそこのスタジオじゃダメだね。まあ今でこそ作画崩壊とかっていう風に結構見つけたらネットに出される時代になりましたけれども、当時は絵が変だぞとかって言ったら道具は変だったんだよ、そんなこと言ってんのお前だけだぞとかっていう風に言われてたのかな。ラブラブラブリーバビルンバーロミオリプリティラリルンバーファンタジーマジカルメタモールフォーゼ。あげろ変換なんてね。でもその変換相手が走ってるというおかしな変換方式になってますけど。やった、僕の勝ちですね。じゃあ決め台詞いきますよ。お仕置きされると君の人生変わるわよ。
というわけで。あ、ちなみに改造っていうのが装備してると改造はできません。これでタイヤを一回、ああ違う、グリップゴムタイヤだけどどの道できねえんだ。まあ正直金を増やす裏技使ってやったところで最初は早くクリアできますけれども、やっぱり結構途中で時間かかります。まあ最初が早いか平均的に時間がかかるかの違いなだけっすね。どれがいいかな。正直このグリップっていうのはまあ今は普通に平坦道ですけれども、グリップ気をつけなきゃなんないのは色が変わるコースが出てきた時です。その時にはまあグリップが必要になります。まあフロントパーツ上がり具合がこっちの方が上だと間違えた。でフロントパーツ、
じゃあちょっとこれで。コーナー上げたんでこっちが少し有利かな。まあ正直このゲームはこういったまあ草レースじゃなくて模型店レースでのレースをどんだけ面倒くさがらずにできるかが攻略の鍵です。攻略の鍵というかむしろそれをしないとクリアできません。で買い物で、いや本当にパー買わねえんじゃ。でこういったハイマウントやらフロントパーツやらは買える分を直接買うよりも一気に高い分が買えるときに2つ買うっていうやり方の方が
使用金額としては安く収まるんで、そっちの方行きます。まあもしこれが、まあ 100% ないとは思いますけれども、もしゲームセンター CX とかで取り上げられた場合、こういったこまごましたレースは確実に編集でカットされますけれども、自分そんな技術ないし、まあそもそもゲーム実況はまあ自分編集したら終わりと思ってます。なぜならゲーム実況ですから、編集等そのものをやらない、やったら都合よくなってしまいますからね。すぐにクリアしたかのように見せてしまうことができるから。だから正直スーパーマリオランドの時、中断セーブやってクリアしたけれども、あれちょっと後悔してます。あれじゃ実況じゃないですからね。
ちなみに。ボタンを押した時の、ボタンを押しっぱなしにした時のあのカウントダウンのタイミングはランダムです。早かったり遅かったり。しかしこれ思い出すな、ほんとこうやって何度も何度もレースしてポイントやら金、ポイントやら金やらを貯めてパーツをどんどん買うことで自分のマシンがこういったスピードが出てるというか、タイムがリアルで出てくるからどんだけ速くなってるかが実感できるんですよね、これ。本当に。むしろまあネット的には情報というか評価は悪かったみたいですけれども、まあ自分としてはこれ結構楽しめましたからね。ただ正直自分はなぜか人のハマるものにはハマれないという不思議なものがあります。だから正直ファイナルファンタジー結構人気のソフトらしいですけれども、あのファミコンミニに入っているファイナルファンタジー3どうも結構ハマる方ではなかったですね。正直自分まあスーファミのワゴンセールが昔あった時にドラクエかエメラルドドラゴンかっていうのがワゴンセールであったんですけれども、確か5だったと思いますけれど、んでエメラルドドラゴンの方を買ったんですよ。まあそしてそのエメラルドドラゴンにまあ結構面白かったですけれども、でその後にまあドラゴンクエスト5
やったんですが、まあ正直思ったことは、まあ序盤だけでですけれども、あの時エメラルドドラゴンを選んでよかったなって思いました。っていう風にちーと有名どころよりも無名どころを選んだ方が自分としてはハマれるっていう風なの、不思議な感覚あります。でサイドパーツもちょっと装備して、まあこのミニオンボーイってのは、まあネットで見る限りプログラマーが逃げたやらないやら、制作期間でノイローゼになったとかって結構いわくつきな情報が流れています。まあでもどんなにゲーム作ったところで面白いと思えるものは人それぞれなんですよね、やっぱり。
パーツ、金で買えるパーツの方は、プレートか。で正直今パーツ買ってできる最速にはしているはずです。ですがこれでもし負けたとしたら今度はチューニングの方が必要になりますんで、まあこれでもう一回レースに挑んでダメだったらまあ今日はそれで終わりをアップしたいと思います。でも多分確実に負けるとは思いますけどね。またあなたたちですか。まあ、じゃあしょうがない、レースしましょうか。
回言ってますんで。でこれでまあパーツの組み合わせちょっと余計にダメなような気がするけれど。